本日の出席議員数は16人であります。よって会議の定数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。なお、あらかじめ本日の会議時間の延長をしておきます。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、議場内でのマスクの着用を許可しておりますので、ご了承願います。日程第1、議案第3号から議案第44号まで、請願第1号から請願第3号までを一括して議題といたします。これより各常任委員会における付託議案に対する審査の経過および結果につき、各常任委員長の報告を求めます。道下正弘総務産業建設常任委員長。総務産業建設常任委員会に付託されました案件について、総務部長、産業建設部長、環境水道部長および関係課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果についてご報告いたします。議案第24号、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について、議案第25号、津幡町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、議案第26号、津幡町特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、議案第27号、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、議案第28号、津幡町町営住宅管理条例の一部を改正する条例について、議案第29号、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、以上、1件の関係条例の整備に関する条例及び5件の条例の一部を改正する条例については、いずれも全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。次に議案第35号、下川合辺地にかかる総合整備計画の変更について、議案第36号、上太田辺地にかかる総合整備計画の変更について、議案第37号、種辺地にかかる総合整備計画の変更について、議案第38号、八の谷辺地にかかる総合整備計画の変更について、議案第39号、あざみ谷辺地にかかる総合整備計画の変更について、議案第40号、あさひばた辺地にかかる総合整備計画の変更について、以上、6件の辺地にかかる総合整備計画の変更については、いずれも全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。次に議案第41号、町道路線の認定については、全会一致をもって、原案を妥当と認め、可といたしました。次に、議案第42号、町道路線の廃止については、全会一致をもって、原案を妥当と認め、可といたしました。次に、議案第43号、請負契約の締結についての議決の一部変更について、議案第44号、請負契約の締結についての議決の一部変更について、以上、2件の議決の一部変更については、いずれも全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。以上、総務産業建設常任委員会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するものであります。
報告を終わります。八十嶋隆文教福祉常任委員長。文教福祉常任委員会に付託されました案件について、町民福祉部長、教育部長、および関係課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果についてご報告いたします。議案第30号津幡町放課後児童センター条例の一部を改正する条例について、議案第31号津幡町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、議案第32号津幡町いじめ問題調査委員会条例について、議案第33号津幡町青少年問題協議会設置条例を廃止する条例について、議案第34号津幡ふるさと歴史館条例の一部を改正する条例について、以上一件の条例の制定並びに一件の条例の廃止及び三件の条例の一部を改正する条例については、いずれも全会一致をもって原案を妥当と認め可といたしました。次に請願第1号中高年の引きこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書の提出を求める請願、請願第2号教職員定数改善と教育予算拡充を求める意見書の提出を要請する、以上2件の請願についてはいずれも全会一致をもって採択といたしました。次に請願第3号選択的夫婦別姓の導入など一日も早い民法改正を求める国への意見書採択についての請願については、賛成少数により不採択といたしました。以上、文教福祉常任委員会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するものであります。報告を終わります。谷口彰一予算決算常任委員長。予算決算常任委員会に付託されました案件について、総務部長、町民福祉部長、産業建設部長、環境水道部長、教育部長、消防庁、会計管理者、川口中央病院事務長及び関係課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果についてご報告いたします。議案第3号、令和2年度津幡町一般会計予算については、賛成多数により原案を妥当と認め、可といたしました。次に議案第4号、令和2年度津幡町国民健康保険特別会計予算、議案第5号、令和2年度津幡町後期高齢者医療特別会計予算、議案第6号、令和2年度津幡町介護保険特別会計予算、議案第7号、令和2年度津幡町海援水道事業特別会計予算、議案第8号、令和2年度津幡町バス事業特別会計予算、議案第9号、令和2年度津幡町ケーブルテレビ事業特別会計予算、議案第10号、令和2年度津幡町川谷財産区特別会計予算、以上7件の特別会計予算については、いずれも全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。次に、議案第11号、令和2年度津幡町国民健康保険直営川口中央病院事業会計予算、議案第12号、令和2年度津幡町水道事業会計予算、議案第13号、令和2年度津幡町下水道事業会計予算、以上3件の事業会計予算については、いずれも全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。次に、
議案第14号令和元年度津幡町一般会計補正予算第8号については、全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。次に、議案第15号令和元年度津幡町国民健康保険特別会計補正予算第3号、議案第16号令和元年度津幡町後期高齢者医療特別会計補正予算第2号、議案第17号令和2年度津幡町介護保険特別会計補正予算第4号、議案第18号令和元年度津幡町関越水道事業特別会計補正予算第2号、議案第19号令和元年度津幡町バス事業特別会計補正予算第2号、議案第20号令和元年度平成31年度津幡町河合谷財産区特別会計補正予算第1号、以上6件の特別会計補正予算については、いずれも全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。次に、議案第21号令和元年度平成31年度津幡町国民健康保険直営河北中央病院事業会計補正予算第1号、議案第22号令和元年度津幡町水道事業会計補正予算第2号、議案第23号令和元年度津幡町下水道事業会計補正予算第2号、以上3件の事業会計補正予算については、いずれも全会一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。以上、決算常任委員会に付託、予算決算常任委員会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するものであります。報告を終わります。これをもって委員長報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので質疑を終結いたします。これより討論に入ります。本日の討論時間は1人15分以内といたします。討論の通告がありますので、これより順次発言を許します。10番、塩谷美智子議員。10番、日本共産党の塩谷です。私は議案第3号令和2年度津幡町一般会計予算2巻1項14目自衛官募集事務費6巻1項3目体験型観光交流公園に反対し、請願第3号選択的夫婦別姓の導入など一日も早い民法改正を求める国への意見書採択についての請願に賛成の立場で意見を述べます。はじめに自衛官の問題について述べます。政府は昨年12月27日に中東への自衛隊派遣を閣議決定しました。これを受けて P3C 哨戒機は1月11日に那覇空港を出発し、到着次第情報収集の任務を開始します。また横須賀基地に出港する護衛艦高波は2月上旬からやはり情報収集の任務に就くことになっています。3日米軍はイラクでソレイマニ司令官らミサイルで攻撃し殺害したことにより、中東情勢は緊迫しています。イランの最高司令官ハメネイ氏は激しい報復を宣言しています。アメリカ大統領トランプ氏はイスラム革命防衛隊のソレイマニ司令官殺害への報復宣言を受け、軍事力は用いたくないと発言し、米軍とイランの報復戦争はギリギリで回避されました。しかしアメリカはイラン革命からの一方的な離脱を見直そうとはせず、それ今に司令官殺害という反省もありません。このように中東情勢が一気に激変する中で、
自衛隊は中東へ向かいました。米国主導の有志連合に加わらないとはいえ、米国主導の多国籍軍に連絡幹部を派遣し、情報を共有しています。安全保障関連法が首相の背中を押すことになるのではないでしょうか。このように危険なことにも手を出す自衛隊に若者を賛成させることが地方自治体の仕事だとは言いたくありません。よって自衛隊の募集に地方自治体が手を貸すことには反対です。次に体験型観光交流公園の問題について述べます。体験型観光交流公園の取り付け口への通路は着々と進んでいますが、肝心の公園の姿が見えません。まだ補助金がつかないからです。最初の計画時に立てた予想人数ですが、年間22万人というのは数が多すぎます。最初は求めづらしさもあってくるかもしれませんが、それが続くとは思えません。少子高齢化の時代、税金を何に使うのかが問われています。町民の声を聞けば、これだけのものを作り、見通しの立ちにくい観光客目当ての事業に税金を使うより、直接町民のために使うべきです。農業の振興、中小企業の振興、福祉、社会保障など、税金を使う道はいくらでもあります。よって体験型観光交流公園を作ることには反対です。最後に請願第3号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める国への意見書採択についての請願についての意見を述べます。2019年7月7日までに、選択的夫婦別姓を求める意見書が可決された地方議会は37に上っています。全国陳情アクションは、動け夫婦別姓も夫婦同姓も自分たちで選べる国へと活動しています。同アクションによると、選択的夫婦別姓に賛同しない議員の多くが知識不足です。例えば、夫婦同姓は日本の伝統文化という議員がいます。また、家制度を守る立場から反対という議員もいます。各地の陳情では、夫婦同姓は日本の伝統ではありませんと説明しています。1876年に初めて庶民の姓のあり方が規定された際、夫婦別姓と定められました。1898年に家制度の下、夫婦同姓となったものの、1947年の新憲法の下で家制度は廃止されました。家制度に基づく夫婦同姓はわずか50年足らずの歴史に過ぎません。今こそ夫婦別姓も夫婦同姓も自分たちで選べる国へを実現しようではありませんか。以上で私からの意見を終わります。次に1番小町実議員、はい、1番小町実です。私は令和2年3月会期において町長から提案されました議案第3号から議案第13号までの令和2年度津幡町当初予算について、また議案第14号から議案第23号までの令和元年度一般会計、特別会計、事業会計の補正予算について、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。令和2年度一般会計予算案は、継続となる各種大型事業が最盛期を迎えることなどにより、155億5500万円となり、過去最大となりました。大きく増額となった主な要因は、昨年8月に着工した新庁舎整備事業や、片谷地区防災拠点施設整備事業の増等による総務費で 134.8%、
22億3814万円増や、昨年度に実施設計と旧施設の解体撤去を終え、本年度着工する河合谷宿泊体験交流施設整備事業等の増等による商工費で 178.6%、 5億3682万円の増、さらに幼児教育保育無償化に伴う負担金の増等による民生費で 2.8%、 1億2000とび24万円の増などによるものです。重点事業としてハード事業では、新庁舎整備事業および福祉センター改修事業に25億8914万円、河合谷地区防災拠点施設設備事業に9155万円、河合谷宿泊体験交流施設整備事業に6億3978万円、既存施設の一部整備に着工予定の住吉公園整備事業に5251万円などを計上し、さらに社会資本整備総合交付金、防災安全による津幡町道加賀爪18号線の住之江橋ほか5橋に関わる橋梁長寿命化補修事業に7480万円、町道津幡2号線ほか2路線の通学路安全対策事業に3151万円、町道野瀬2号線消雪施設整備事業に2259万円、除雪機械等購入事業に2601万円を計上したほか、変地対策事業による町道菩提地1号線道路改良、道路改修事業に5000万円、倉見地区および神谷田市内への防災貯蓄防火貯水槽設置事業に2416万円を計上するなど、計画決定事業を中心に緊急度の高い事業に予算を計上し、安全に安心して暮らせる環境づくりに配慮しています。ソフト事業では、幼児教育保育無償化による負担金や町立認定こども園への保育業務支援のサービスシステムの導入など、保育運営費10億9600万円を計上したほか、県の補助金廃止により町単独事業となる3世代ファミリー同居等促進事業を含む定住促進事業に1億5986万円、前年度に津幡小学校区校区学童保育施設にを建設し、保育環境がさらに充実した放課後児童健全育成事業に1億2000とび5万円、従来の町内医療機構に加え、一部県内医療機構での受診についても助成を実施し、住民の利便性を向上させたがん検診に3978万円、町の関わりを一層強化した WRO 石川県大会開催費を含む科学教育推進事業に1513万円、中学校研究推進事業として英語教育の充実をに向け、生徒英語検定3級以上検定料に対する補助金145万円を計上しました。また本年度は東京オリンピックの年でもあり、本町出身の河合梨紗子、由香子姉妹の女子レスリング競技出場が内定していることから、現地での応援やパブリックビュー等の経費を加え、町ケーブルテレビの応援番組制作費も計上しています。さらに、小学校低学年の複式授業解消のための町単独による臨時講師の増員、医療行為による免疫を喪失した児童へのワクチン接種費用助成の継続、特定不妊治療費の初回助成上限額の増額など、住んでよかった実感できる町の実現に向け、必要度に応じた予算計上となっております。歳入では法人税の減額を見込むものの、個人町民税や
固定資産税は増額を見込み、徴税全体で前年度予算費 0.7% 増の41億9421万円を計上しております。一方、地方交付税は国の地方財政計画で 2.5% 増となっているところ、当庁の令和元年度決算見込みと特殊事情を勘案し 3.9% 減の31億8000万円としたほか、昨年10月に行われた消費税率改定により地方消費税交付金を 14.8% 増の7億円を計上するなど、決して課題となる見積もることもなく、見込み得る歳入を適正に計上してあります。調剤発行額は前年度と比べ 121.6% 増の総額30億8320万円となっておりますが、新庁舎建設事業に伴う一時的なものであり、調剤発行額を各年度返済元金以内とするシーリングを継続してきたことで、今後も実質公債費比率等の財政指標は基準内を維持できる見込みであり、財政運営に対する健全性確保への姿勢がうかがえます。特別会計、事業会計においても町民の視点に立った事務事業で、それぞれの目標目的に対応しながら経費の抑制効率化を図り、経営健全化に向けた努力が見られます。特に家屋中央病院事業会計では、医師及び事務職員の減による職員給の減額や減額償却の減がある一方で、医療機器購入費に3000万円を計上して医療設備の向上を図ることとしております。また各補正予算についても、年度末を迎えての各種事業実績に基づく増減が中心であり、必要な予算措置を行ったものといえます。今後各予算の実際の施行に際しては、さらなる経費削減を図りながら、町長の目指す安心安全なまちづくり、笑顔あふれるまちづくりを目指して、より一層の創意と工夫が満ちあふれた事業となることを期待し、私の賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。以上で通告による討論は終わりました。他に討論はありませんか。4番八十島隆議員。私は請願第3号選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める国への意見書採択についての請願について、反対の立場から討論させていただきます。まず過去を振り返ってみますと、平成22年3月議会、ちょうど10年ほど前になります。当時、民主党政権下の下、今回と同様な請願が当庁議会に提出されています。そこには反対の立場の意見が述べられています。私はこの当時の反対意見と全く同様な考え方であることから、一部紹介させていただきます。女性の社会進出が進み、個人の意思の尊重と男女平等の観点から、国は結婚後も夫婦が別姓を称することを認める選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案の提出を検討していると。私たちは父親と母親という2人の親を親としてこの世に生まれ、2人の親の愛情と慈愛を持って育てられ、一つの家庭を、社会を、そして国を構成してきたと。しかし選択的夫婦別姓制度の導入によって、親子が異なる姓を名乗ることになれば、家族の絆が損なわれる恐れが大きくなるだけでなく、他人からも誰が家族なのかわからないという事態が生じるとともに、戸籍や
住民票の記載も紛らわしいものとなると述べています。まあ、さらに反対意見の最後に、今私たちが考えなければならないことは、家族の心が通い合う時間を大切にし、家族の絆がもっと強くなる社会にすることであると締めくくっています。あの当時から10年余り経った今日、私は改めて家族の存在、そして一体感を考えさせる意見であり、私は共感した次第でございます。一方で、請願賛成の考え方の一つに、選択制だから良いのではないかとの意見も聞かれますが、共同体の意識よりも、個人的な都合を尊重する流れを社会に生み出すことになりかねないとの懸念がございます。また、国民の中に広くコンセンサスができているとは思えず、法務省もこの制度の導入については、婚姻制度の在り方と関係する重要な問題として、国民の理解の下で進められるべきと示しています。もともと婚姻後も旧姓のまま仕事を続けたいと望む人は、我が国では通称名として旧姓を使用することがすでに一般化もしています。さらに言えば、婚姻後の姓については、民法第750条において、男女どちらかの姓を名乗ることにもなっており、男性の姓に縛られるわけではなく、あえてこの制度を導入する合理的な理由はないと考えます。このようなことから、選択的夫婦別姓の導入については、家族や親族という共同体を尊重することよりも、親の都合を優先するものであり、子どもの都合については何も考慮に入れないものと考えます。最後に、子どもの心の健全な成長を考えたとき、夫婦、家族が一体感を保つ同一の性であることが何よりであると思います。夫婦別姓では、その家族が一体感を失う懸念があり、さらに悲しい思いをするのは、子どもが、そういう子どもが増えることにもなりかねないと考えます。まあ、先ほど賛成討論の中には、反対する議員のは知識不足だというふうにもご指摘されましたが、私はそんなことはない、子どものことを考えない、こういう提案こそ知識不足ではないかと私は思います。以上のことから、請願第3号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める国への意見書採択についての請願に反対するものです。以上です。他に討論はありませんか。13番、道下正弘議員。私の方からは、議案第3号から議案第44号についての賛成の立場でのを表明をしたいと思います。もう1点でございますが、請願第3号、失礼しました、請願第5号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める国への意見書採択についての請願について、反対の立場で討論を行います。2015年12月16日付の朝日新聞記事から、夫婦同姓の合憲判決についてを紹介いたします。夫婦は同姓、女性は離婚して6ヶ月間は再婚禁止とする民法の規定は憲法に違反しないか、明治時代から100年以上続く2つの規定について、最高裁大法廷が16日の判決で初の憲法判断を示した。いずれも国の賠償請求は退けたが、夫婦同姓については合憲と判断。再婚禁止規定については100日を超える期間の部分を違憲とした。最高裁による違憲判断は戦後10例目、
法務省は再婚禁止期間100日とするよう全国の自治体に通知し、即日実施民法の改正作業も進める。夫婦同姓を定めた民法750条の規定については、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が2011年に提訴、国会が法改正を長年放置したため精神的苦痛を受けたとして計600万円の損害賠償を求めた。判決は夫婦同姓の制度について社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることには合理性があると指摘。どちらの姓を選ぶかは当事者に委ねられており、性差別には当たらないと判断した。現実には妻が改姓することが多く、アイデンティティの喪失感を抱くなどの不利益が近年増していることを認める一方、旧姓の中傷使用が広まることで一定程度は緩和できると指摘。夫婦同姓が憲法の定める個人の尊厳や男女の平等に照らし合理性を欠くとは認められないと結論付けた。ただこの判決が選択的夫婦別姓が合理性がないと判断したのではないとも述べ、この種の制度の在り方は国会で論じ判断するものだと国会での議論を求めた。ここまでが新聞記事でございます。昨年9月の石川県議会に提出された意見書案については否決をされております。同じく白山市議会では却下をされたと聞いております。我々公明党といたしましては、2019年のマニフェストでは2015年の最高裁判決理由の趣旨に鑑み、同姓または別姓の選択を認める選択的夫婦別姓の導入の実現に向けて議論を進めるとしております。現段階ではまだまだ機運ができておらず、民法改正は時期尚早と判断したため、今回の請願第5号には反対をいたします。以上で私からの反対討論を終わります。他に討論はありませんか。ありませんので、討論を終結いたします。これより議案採決に入ります。議案第3号、令和2年度津幡町一般会計予算を採決いたします。この採決は規律によって行います。委員長の報告は原案可決とされております。お諮りいたします。委員長の報告どおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第3号は原案のとおり可決されました。次に議案第4号、令和2年度津幡町国民健康保険特別会計予算から、議案第44号、請負契約の締結についての議決の一部変更についてまでを一括して採決いたします。委員長の報告はいずれも原案可決とされております。お諮りいたします。委員長の報告どおり、決することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、議案第4号から議案第44号までは、いずれも原案のとおり可決されました。次に、請願第1号、中高年の引きこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書の提出を求める請願についてを採決いたします。この採決は規律によって行います。委員長の報告は
採択とされております。お諮りいたします。請願第1号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって、請願第1号は採択とすることに決定いたしました。次に、請願第2号、教職員定数改善と教育予算拡充を求める意見書の提出を、要請するを採決いたします。この採決は起立によって行います。委員長の報告は採択とされております。お諮りいたします。請願第2号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって、請願第2号は採択とすることに決定いたしました。次に、請願第3号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める国への意見書採択についての請願を採決いたします。この採決は起立によって行います。委員長の報告は不採択とされております。お諮りいたします。請願第3号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よって、請願第3号は不採択とすることに決定いたしました。日程第2、本日、庁長から提出のあった同意第1号、河合谷財産区管理委員の選任につき、同意を求めることについてを議題といたします。これより庁長に提案理由の説明を求めます。矢田庁長。議員閣議におかれましては、3月4日の会議再開以来、連日にわたりまして、慎重なご審議を賜り、誠にありがとうございます。また今ほどは、今3月会議に提出させていただきました議案すべてにご決議を賜りましたことにつきましても、重ねて御礼を申し上げる次第でございます。さて、本日午前2時18分ごろ、能登地方を震源とするマグニチュード 5.5 と推定される地震が発生いたしました。震源とされる輪島市で震度5強、津幡町では震度3を観測いたしました。この地震を受け、津幡町では総務部、産業建設部などの関係職員が直ちに参集し、情報収集に当たりました。合わせて今朝からは状況確認の町内パトロールを行っておりますが、これまでのところ被害の報告はございません。新型コロナウイルスの感染拡大が一層懸念される中ですが、春から夏へと地震や風水害などの自然災害にも緊張感を持って備えてまいりたいと思っているところでございます。それでは本日追加提案をいたしました人事案件につきましてご説明申し上げます。同意第1号河合谷財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて、本案は河合谷財産区管理委員6名が令和2年3月18日に任期満了になることに伴い、津幡町あざ上太田ル57番地高山良三氏、津幡町あざ下川井井78番地川上勝雄氏、津幡町あざ上川井派72番地
大沢松尾氏、津幡町矢沢雨竜派246番地に森川重和氏、津幡町矢沢牛首派103番地1永田健二氏、津幡町矢沢牛首他94番地井上良一氏の6名を選任いたしたく、津幡町河合谷財産区管理会条例第3条第2項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。以上、本日ご提案を申し上げました人事案件につきましてご説明申し上げたところでございますが、何卒ご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。お諮りいたします。同意第1号につきましては、人事に関する案件につき質疑および討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議はありませんか。異議なしと認めます。よって同意第1号については、質疑および討論を省略し直ちに採決することに決定いたしました。これより議案採決に入ります。同意第1号河合谷財産区管理委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。お諮りいたします。原案のとおり同意することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって同意第1号は同意することに決定いたしました。ここで暫時休憩いたします。会議を再開いたします。お諮りいたします。請願第1号および請願第2号の採択に伴い、議会議案第1号および議会議案第2号を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議会議案第1号および議会議案第2号を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることに決定いたしました。追加日程第1、川上隆夫議員ほか2名提出の議会議案第1号中高年の引きこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書および荒井勝議員ほか2名提出の議会議案第2号教職員定数改善と教育予算拡充を求める意見書を一括して議題といたします。お諮りいたします。議会議案第1号および議会議案第2号につきましては、提出者の説明質疑および討論を省略して直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議会議案第1号および議会議案第2号につきましては、提出者の説明質疑および討論を省略して直ちに採決することに決定いたしました。これより議案採決に入ります。議会議案第1号中高年の引きこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書を採決いたします。この採決は規律によって行います。お諮りいたします。原案のとおり決することに賛成の諸君の規律を求めます。規律全員であります。
よって議会議案第1号は原案のとおり可決されました。次に議会議案第2号、教職員定数改善と教育予算拡充を求める意見書を採決いたします。この採決は規律によって行います。お諮りいたします。原案のとおり決することに賛成の諸君の規律を求めます。規律全員であります。よって議会議案第2号は原案のとおり可決されました。以上、本3月会議で可決されました議会議案第1号および議会議案第2号の意見書の提出先および処理方法につきましては、議長にご一任願います。以上をもって、本3月会議に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしました。よって、令和2年津幡町議会3月会議を散会いたします。はい、ご苦労様でした。